はい、どうも TI クランのプライズです。はい、今回の動画なんですけどもね、今回シーズン18にレブナントのリワークが到来したんですけども、これまでですね、このリワークっていうのはエイペックスになかった文化なんですね。で、今回のレブナントが最初で最後のリワークの可能性もあったんですけども、なんとですね、現在ライフラインにですね、リワークの可能性が浮上しておりまして、これが海外の人から情報を出されたんですけども、このライフラインのリワークの内容も相まって、これかなり注目されているんですね。で、じゃあライフラインリワークされるレベルで人気がないかどうかって言われますと、これですね、ピック率を見てもらったら分かる通り 5.2% でそこまで低くはないんですね。なんならローバとかカタリストの方が全体としてはまだ低いわけですよ。そのため、まあ、全体的なリワークをするような感じではないんですけども、今回なぜかライフラインにこの白羽の矢が立てられたわけですね。で、今回はこのライフラインのリワークに関する内容と、じゃあどういった形のリワークがされるのか、今回はこれにフォーカスをしながら詳しく見ていきます。で、今回はですね、次期リワークキャラが判明かっていうタイトルなんですけども、これですね、ライフラインのリワークの可能性からまずは話していきます。はい、で、この情報を出したフラリリンドー氏は、今回の最新アップデートよりライフラインのドローンに今後のアップデートのコードが追加されていることを発見したんですね。で、これはまだリワークとは確定していないんですけども、今後アビリティに対して限定的な強化アップデートが到来する可能性が浮上しているんですね。じゃあこのリワーク内容がどういったものかって言いますと、まずこれ、こちらが追加されたコードです。で、これですね、右の方にグライドメーターという文言が追加されています。で、このグライドとメーターを分解して見ていくんですけども、まずグライドは滑らかに動くという意味を持っておりまして、またメーターは移動距離を指し示しているわけですね。で、現在確定はしていないものの、この名前の通りの誘惑が到来するのであれば、おそらくヒールドローンは味方までの一定の距離を移動できるようになる可能性が高いんですね。今後いずれかのタイミングのアップデートにおいて、こうしたライフラインの一種強化とも呼べるリワークが到来する可能性がありまして、で、これについてはまだアビリティの内容しか判明していないような状態なんですね。しかし、こうした可能性が浮上した上で、海外のユーザーからこのアップデートめちゃくちゃ楽しみといった声が相次いでおりまして、で、実際国内のユーザーからも、例えばこのドローンのリワークかなりいいんじゃないかといった意見だったり、またシールドを普通に以前のように返してくれといった声もあるんですね。まあ、ここら辺半々なわけなんですけども、まだまだこれ一つのコードしか判明していないような状況ですので、これが果たして今後どのようにリワークがされるのかっていうのは、まだ具体的な内容はしっかりとは判明していないわけですね。そのため、今後これのリリース時期だったり、あとリワークの詳細な内容が判明しましたら、動画で追加でお送りをしていきます。といった感じで今回の動画以上となるんですけども、このリワークちょっと楽しみと思った方いましたら、ぜひともですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。